プロデューサーを見ていたらスキーで転んだことを思い出してしまって。ちはやちゃん、あれは恥ずかしいから忘れて。ごめんなさい。けどあんな風に慌てる高山さんは初めて見たから。あら、二人ともスキーなんていつしたの？その様子だと随分楽しかったみたいじゃない。いいなぁ、ちはやとさよこずるいぞ。おやぼん、たまきも行きたかった。たまき、私たちも遊ぶために行ったわけじゃないから。それなら仕方ないわね。なんて納得するわけないでしょ。カナ、タマキ、二人はどう思う？みんなとお出かけ。カナは好き。カナもスキーに連れてってください。おやぶん、タマキ、お仕事頑張るぞ。あとね、いっぱいお手伝いする。だから。どうプロデューサー君、可愛い二人のお願い無限に断れるかしら。プロデューサー、すみません、私が笑ったせいでこんなことに。私も大げさに反応してしまったので、その予算的に厳しいでしょうか。ということはもしかして。